皆さん、こんにちは。ということで、えー、本日もね、やっていきたいと思います。で、今日は、オープン戦、えー、エンゼルス、ドジャース戦ということでね。まあ、今日は、ドジャースタジアムということになりますけども、えー、0対3でね、エンゼルス完封負けと、えー、いうことにはなっております。で、まあ、今日から、翔平もね、あのー、オープン戦復帰、まあ、トラウトなんかも復帰という形になりまして、えー、今日の昌平は3打数1アンダー、1、えー、三振、 そしてまあ、もうちょいでホームラン行けたなという1フライという感じですかね。という形のまあ、復帰戦、まあ、初安打的なね、ことになってますけども、まあ、カーショーからね、えー、打てたっていう形と、またまあ、最初の打席ね、ちょっと甘いとこ来てましたけども、高めから落ちてくるところでね、まあ、捉えきれなくて、で、2打席目かな、まあ、ヒットになってですね、 で、まあ以前だったらね、やっぱりシフト引かれてるところにね、一、二塁間に飛んでヒットっていう形で、まあやっぱりシフトがなくなった影響でね、まあ割と、まああっちに三人いるってことはなくなったので、割とというかなくなったので、まあセカンドが寄ってるかファーストが寄ってるかみたいな話にはなってくると思うんですよね。だからまあヒットは出やすくはなったはずなのでね、まあそこを抜けていった感じのまあヒットだったかなと。で、そのフライですね、もう一個ね。 これもまあ甘かったんですけども、まあもうちょいだったかなっていう、まあフライでしたけども。まあ復帰戦でね、えー、状態はそんなにね、こう、WBC では良かったんでね、別に悪かったわけじゃないので、まあそんなに心配はいらないかなと思いますけどもね。まあ普通に元気にプレイしていたかなとは思いますのでね。まああと開幕待つだけかなと、彼に関してはね、思いますけどもね。という一案だという形になっております。 で、今日は、先発がデイビッドソンということで、4.1イニング、3アンダー、2失点、1フォアボール、1奪三振と。で、まあ、ホームラン2発って感じですね、2失点は。初回、ベッツをショートゴロ、フリーマンファーストゴロ、JD をライトフライと。3人でね、抑えますが、2回、マンシーに、ホームラン。で、テイラーにもホームランということで。 まあ、マンシーはですね、えー、ストライク入ってなくて取りに行ったやつを行かれてると。で、テイラーにも、あのー、まあ、スライダーかな、あれね、甘く入ったやつを行かれてるという、まあ、2発になってまして。その後はトンプソン三振、バルガスライトフライ、ロハスをセカンドゴロという形で3人でね、抑えましたと。で、3回、バーンズ、ベッツ、フリーマンと えー、センターフライ、ファーストフライ、ショートフライと。えー、こ,こ,ここもね、3人で抑えて。で、4回は、えー、JD、ファーストゴロ。で、さっきホームラン行かれたマンシーにですね、まあ、やっぱちょっといろいろあるのかなと思ってね、えー、フォアボールっていう形で出しまして、ただ、テイラー、センターフライ、トンプソンをサードライナーという形でね、えー、まあ、抑えると。で、5回、バルガスにヒット打たれて、えー、ロハスを、えー、レフトライナーかな。 ここでピッチャー交代ということになりました。で、まあ、2ホームランと、えー、あとはまあ、ね、それなりにしっかりと抑えていったという、まあ、今日の投球だったんですけどもね。まあ、2ホームランはストライク取りに行ったりっていうのとね、甘く入ったのっていうのをまあ、打たれちゃいましたけどもね。まあ、それ以外は良かったんじゃないかなと思いますね。で、まあ、最近ね、あのー、翔平にね、握りを教わったとか、まあ、投げる、 部分ですよね。コースですよね。高めに投げていたとかいうスライダーがあるんですけども、最近ね、投げないんだよね。あんまりそこの高めのスライダーっていうのを。だからまあなんで投げないのかなと思ってね。今日もまあ低めにまあ投げてるっていう、大体そういう感じだったんですよ。まあそこを試してるっていうのもあるのかもしれないんですけども、まあそれがこう甘く入って打たれてるっていう感じもあるんでね。だからまあある程度こう、結果が出て、えー、あとはもう、 まあなんて言うんだろう。それなりに投げて、開幕入るっていうところになってんのかなってところですね。要はその球をまあ余計に見せないというかね、データとして、という感じなのかなっていうぐらい、まあ、なんかそこで結構最初の方を打ち取ってたのが、まあ投げなくなってるんですよ、ここのとこね。だから隠してんのかななんていうふうには、ちょっと思ったんですけどもね。今日もあんまり投げてないっていう感じで。うん。なのでそんな感じなのかなと思ってね。 で、まあ、今日の結果でロースター入りにね、近づいたっていう、まあ、感じのコメントもあったし、まあ、ネビンちゃんとしてはまだ決まってないとは言っていたらしいんですけども、まあ、なんかもう、えー、そんな、えー、様子だったような、えー、形で書いてあったのでね、まあ、デビッドさんとりあえず開幕、え、6番手スポットっていうところに、まあ、入ってきたのかなという、まあ、今日のね、ピッチング。まあ、今日と、その前がちょっとね、えー、 一回ダメだったやつがあったんですけど、それ以外はまあ、ね、それなりに投げてて抑えてたので、で、まあ今日もその球数的に言って4.1とかなんですけど、まあこれがもうちょい球数をね、放れると思うんでシーズン中になればね、それがまあ5回投げ切る、6回でまあ2失点とかだったらまあいいわけですから、まあそういう形でね、えー、まあほぼほぼもう、 決まってんのかなという、まあ、感じみたいですけどもね、うん。ネビンちゃんの感じからすると、まあ、はっきりとは言ってないらしいですけどもね。まあ、そういう方向なんじゃないかという、まあ、印象があったというお話みたいなので、まあ、デイビッドソン多分入んじゃないかなという感じですね。で、その後が、えー、ウェンツが入りまして、1イニング投げて、1アンダー、無失点1奪三振と。で、バーンズにまずヒット で、1、2塁となりましたけども、えー、ペラルタサードフライ、フリーマンショーところで抑えて、で、まぁ、あ、回またぎですね。うん、6回、えー、JD を三振に取ったところで、ピッチャーバリアにチェンジと。イベントもあの、スプリングトレーニング6ゲーム、えー、6.1イニング無失点 7K ということでね、まぁ、あ、点取られませんでしたね。最終的にね。まあもう、 投げるか、まあ投げないかわかりませんけども、まあ今日の時点ではまだ無失点ということになりますね。だからまあ、ね、開幕入れたいねという感じですよね。ここを見ちゃうとね。ただまあ入れられそうだなという状況にはなってきたということを、まあ後ほどお伝えしますけども、まあ大丈夫そう、うん。だからちょっとね、例えばサイス問題、まあ6番ってどうするのか、これによってね、まあ誰か、 え、こう、リリーフ一人削らなきゃいけないとか、そういう問題が出てたんですが、ちょっと大丈夫そうだぞと、開幕してしばらくは、うん。という感じにはなってきたかなっていうのを後ほど言いますけどもね。だから枠で誰か、とりあえず開幕前に削られるってことが、まああんまなくなってきたかもしれませんということで、とりあえず開幕は平和かもしれない。という状況にはなってきてます。 で、次がバリアですね。2.2イニング投げて2アンダー、1失点4奪三振と。で、アウトマンにホームランを打たれたんですけども、まあ、それ以外はね、えー、結構良かったですね。で、今日はなんか球が切れているというか、まあ、チェンジアップの動きもなんか良かったし、スライダーも切れているようには感じましたので、まあ、なかなか今日は良かったんじゃないかなと思いますね。で、まあ、一応バリアも、 あのー、6番手っていうところには入ってるという話なんですけども、ただまあ、あんまりこう先発の準備的なところをやらされてない気がするんでね、まあ一応入ってるとは言われてますけども、まあその、デイビッドソン先発してっていうのがね、えー、ほぼほぼその先発の、まあ、なんだろ、チェックというかテストはデイビッドソンの方がしてたように思えるし、まあバリアとしてはね、リリーフ経験もまあもちろん豊富なので、まあ6番手に入って、 リリーフしてたまに先発っていうのはバリアもできますけどもね。まあそんな感じですが、多分デイビッドソンのがこう上位にはランクされてんのかなって感じには思いますけども。まあそんな感じで、まあバリアは今日良かったんじゃないかなと思いますね。だからまああとデイビッドソン多分入りそうな感じで、まあカニングはとりあえずマイナースタートなのかな。わかんないですけど。ただまあとりあえずそのオプションがないというところでね、デイビッドソンまあ 最初入れるって形は、まあ、そうなのかなっていう、まあ今日の結果を見ても、まあなんかそのネビンちゃんの感じを見ても、うん、まあそういう方向に進むんではないかと、いうようなことが言われております。で、今日は打撃陣としては、まあ相手ピッチャーに苦戦したなと、まあカーショーがね、えー、よく投げてたし、えー、まあチームとして4安打で10奪三振に行かれたということで、まあ完封負けということにはなっております。 で、まあ、あとね、その、エンツーですね、入れるかどうかっていう話で、まあ、多分入れるんじゃないかっていう感じにはなるんですけども、まあ、スタッシがですね、えー、まあ、ちょっと、えー、股関節かななんかちょっと調子悪いみたいなことらしいんですよね。なので、まあ、開幕はちょっと IL なんじゃないかみたいな、えー、話が出てるし、まあ、その方向が、まあ、濃厚ではないかと、えー、ちょっと言われているんですよ。 まあそうなってくると、まあスタッシュの部分が再生が入りますよね。で、まあその最後一枠どうするのかって言ってたところにウェンツが入れられるかなっていうところ。まあもしくは他の選手、ラムを入れるとかってあるのかもしれないけども。まあでも、ウェンツ必要じゃねえかなっていう感じしますよね。でまあ正直彼の投げ方ってまあシンプルといえばシンプル。 で、まあ、その、球種的にも、ま、シンプルといえばシンプルだと思うんですけども。で、まあ、去年もそれなりにやっぱ抑えてるのはね、なぜかってやっぱり回転数スピンなのかなって感じですね。まあ、空振りは今日そんな取れてませんでしたけども、そんなにこう、まあ、それでファール取れるんだよね。まっすぐで。で、まあ、パマーンって2球投げて2ストライク追い込めるっていうところで、まあ、打ち取りれるわけですよ。簡単にと言っちゃあれですけどもね。 だからまあ見た目シンプルで球そんなにまあスピード出てるわけじゃないんだけどなかなかまあ打たれないっていうところですよね。だからやっぱスピン量かなと思うんですけども。まあそうなっていくるとやっぱり入れときたいよねというふうには思うんでね、リリーフも。まあ開幕ね、えー、まで、開幕してどうなるかわかんないですけどもね。現状ちょっと、まあえー、絶対入る人たちがね、あまりよろしくない数値を出してますので、まあ昨日も言ったんですけど、まあこれはあんまり関係ないは関係ないんですけどもね。 ただ、あのー、ね、入れときたいなと、ウェンツはね、一応ね、うん、とは思いますので、だからそうなってくると、スタッシュが入えるってなれば、まあ、あの、スタッシュには、まあ、とりあえず直してもらって、その期間は、えー、サイスとウェンツを入れておくことは可能じゃないかなっていう、まあ、ロースターにはなるのかなと、開幕ね。なので、えー、まあ、とりあえずデイビトソン入れて、リリーフにウェンツを入れて、で、まあ、サイスを入れておくと。 いう感じで。まあ、これでちょっと丸く収まるんじゃないかな。開幕の段階ではね。で、結局みんな戻ってくるとなるとまた、そこでね、えー、何かしらをしないといけませんけども。まあ、開幕の段階では、うん、そういう形でいけるんじゃないかなと、えー、現状を持っております。で、今日フレッチャーがね、えー、まあ、今日じゃない、昨日か。あのー、出なくてね。で、大丈夫かなって言ってたんですけども、 えー、まあ、月曜日のドジャース戦はプレイできるっていうことなので、まあ、フレッチャーは大丈夫と。であと、今日、レンドンも欠場してたんですけども、えー、レンドンの娘が自宅で腕を骨折してとかっていうことで、まあ、レンドンが骨折したんじゃなくて、娘さんが骨折したんですよね、多分ね。なので、まあ今日出てないみたいな感じのようですね。だから、まあ彼自身は大丈夫かなと思いますけども、 まあ、開幕はちゃんと出れるんじゃないかなと思いますけどね。うん。という感じで、まあ、欠場という感じだったみたいです。なので、まあ、開幕ロースター的には、まあ、丸く収まりそうだという、まあ、個人的なね、お、考えですけども。まあ、丸く収まるんじゃないかなと。で、まあ、開幕オーダーとしては、まあ、対左っていう形になるので、まあ、今日のところの、え、ジャクソンのところにレンドンが入って、 で、まあ、おそらく、翔平の後ろにレンドンが入って、それを一個ずれるって感じじゃないのかな。という、まあ、感覚に近い、えー、まあ、打順にはなるかもしれませんね。今日の打順に、レンドンが4番に入って、下に一個ガツンとずらすみたいなね。まあ、え、ヒホとアシラが変わるとか、まあ、いろいろその辺はあるかもしれないけど、まあ、基本こんな感じになるんじゃないかな、というふうには思いますのでね。 まあ今日のが開幕オーダーに近いんではないかと、え、いうふうには予想しております。だから、えー、ウォルシュがね、外れて、えー、ファーストにドゥルーリーが入っててね、で、セカンド、えー、キホがいてっていう感じになるのかなとは思いますので、まあこんな感じかなと思いますね、開幕はね。ということで、まぁ、あ、おハッピーさんもこの使われ方だと、まあ開幕メジャーはほぼほぼ決まってるような感じもしますしね、まあこんな形で、 え、まあ開幕ローサー的なスタッシュがおそらく IL に入って、で、あとはまあとりあえず丸く収まって開幕という形にはなるかなという感じですね。ということで、まあ明日、明後日も、え、ドジャースとあると思うんでね。まあそれで、まあほぼほぼもう開幕という感じにはなるかなと思いますのでね。まあでもやっぱり、エンゼルス戦に翔平が戻ってきて、まあ彼が出てる試合っていうのを見るのは楽しいなっていうのはね、えー、久々ですから、あの、 WBC でね、まあ日本の試合は見てましたけども、演説戦見てもね、彼がいないやつを見てたわけなんでね、なんかやっぱ今日久々に演説戦で翔平が出てて、ね、なんか嬉しかったというか、ね、なんか見てて楽しかったなっていう感覚はありましたけどもね。なのでまあもうそろそろ、えー、開幕になりますのでね、あとまあ数試合調整して、えー、しっかりとね、開幕迎えてほしいなと。 いう感じに思います。ということで、えー、今日のね、オープン戦情報でした、えー。続きまして、本日ニュースですけども、えー、ヤンキース、えー、ボルピーが、えー、開幕メジャーということでね、入りました。えー、21歳かな。で、まあね、あのー、まあ、トッププロスペクト、ヤンキースのトッププロスペクトで、まあ将来ショート、まあセカンド、まあどっちかに入るかとは思われておりましたけども、 そしてまあこのスプリングトレーニングまあねあのー、活躍してましたのでまあ入るのかと噂はされてましたが実際まあどうなんだろうと思っててねなかなかこうね21歳でいきなり開幕ショートっていうのはなかなかねっていうのがあるのでまあでもこれヤンキースでその年齢で入ったのは4年、4人目とか5人目とからしいのでね やっぱすごいなというかね、よくまあ抜擢したなと思いますし、まあ開幕スタメンで、えー、まあルーキーが出ると、2017年のジャッジ以来とかってことらしいんでね、まあそれぐらいまあなんか大変なことなんですよね。こうやってね、開幕で出るっていうね、まあまだ出るかわかんないけど、ショートとしてまあ起用する予定であると思うのんでね。でまあ i k f は、UTT 的なね、役割にもあって、 あとは、オズワルド・カブレラがいまして。で、まあ、ショート最初ね、ペラザかなと思われてましたけども。まあ、おそらく、ペラザがちょっとね、えー、まあ、苦戦したっていうこともあって、えー、多分、マイナースタートなのかな。という感じだとは思うんですけどもね。いや、今日は、あのね、こうやって、こう、なんでしょう、監督室みたいなところでね、こう、やっぱり、話があるわけですよ。それがね、動画撮られてるんだけども。で、まあ、ね、ウェルカムつってね、言われるわけですよ。 いや、まあ、あのシーンはね、結構、まあ、ね、よく、こうね、開幕でメジャーだっていうのをね、伝えられる時には、こう映像としてね、撮られておりますけどもね、まあ、何回見てもいいなっていう感じはしますよね。なので、まあ、ね、おそらく、今年ね、開幕で出てくるかなっていうのは思ってなかったのでね、結構嬉しいサプライズであるんですけども、まあ、選ばれたというだけでね、まだ試合に出てるわけじゃないので、メジャーの試合にね、 だからまあ、開幕してね、えー、いい活躍ができるといいなというふうに思いますしね。まあその新人王争いなんかにも絡んでこれると、まあ非常にいいのかなと思いますので、まあヤンキースのショートということでね、まあ結構重要な部分というか、結構まあ重圧もかかるとは思うんですけども、まあその中でね、頑張ってもらいたいなというふうには思います。 え続いてですね、ホワイトソックスもオスカーコラスをね、開幕メジャーロースターということで、えー、彼はまあ、日本にね、ちょっといたという感じ、いたのか、まあ、なんかいなくなっちゃったみたいな,な、確か選手だったと思うんですけどもね。で、まあ、メジャーに行って、えー、結構ね、注目されてますけども、開幕メジャーということで決まったようなのでね。まあ、えー、結構有名どころというかね、ジ、え、ョーダン。 え、もうね、この前、昨日ですか、えー、お伝えしましたけども、まあ、そこそこ有名どころというか、えー、注目されているところが開幕メジャーということがね、決まってるのでね、まあ、もちろん、こっからが勝負だとは思いますけども、みんなね、えー、いい活躍できるといいなと、まあ、若い選手たちなんでね、えー、思いますけどもね。なので、ま、ちょっと楽しみが、まあ、増えてるかなと、そのね、あのー、例えばホワイトソックスだったらね、その若いそのコラスが入ったと。で、まあ、 カージナルスはね、冗談が入ったと。で、ヤンキースはボールピーがね、開幕ショーとかということなんで、まあ非常にちょっと楽しみだなと思いますけども。まあただ昨日もお伝えした通り、ヤンキース怪我人がね、えー、たくさんいますのでね、まあ楽しみと言いつつも大丈夫かっていうところはあるんですけども。まあでもね、やっぱり、なんだろうな、なかなかこう、上げてこないっていう、やっぱりタイミングもあるわけですよね。その、まあ FA を遅くするとかってね。 でまあ、いろいろとこう、早く上げることによるメリットなんかもね、このところでまあ、生まれてきたので、まあ、そういう関係もあるのかないのかわかりませんけども、ただまあ、ヤンキースとしても、まあ、ショートをね、その、ペラザとかボルピーとかがいるので、えー、大型契約ショートっていうのはまあ、このね、去年も今年も取らなかったわけなんでね、まあ、彼らが出てくるということにはなっていたというか、そう信じていたから、多分、まあ、その邪魔になるので、大型のショートは取ってこないで、 まあなんとかやりっくりしてみたいなことでね、トレードとかでまあ IKF を取ってきたとかでね、やりっくりしてまあ待ってたという状況で、まあ、このタイミングでという感じだと思うのでね、まあこの後、まあ彼が長くですね、活躍できるのであれば、まあヤンキースのショートストップが安泰ということになりますのでね、まあジーターのようになってくれるようにというふうに多分思ってると思うのでね、まあそうなるように頑張ってもらいたいなと。 いう形になります。えー、続いてですね、WBC の裏でビールの売り子が女性ばかりというね、投稿に賛否両論というね、<laughs> 記事が出てまして、いや、面白えなと思ってちょっと今日取り扱いますけどもね。ま、あなんかね、えー、WBC 見てたっていうところで、ま、あなんかツイッターかなんかにですね、えー まあ、テレビ観戦していた方が、ビールの売り子が女性ばかりなのは異様と投稿して、大きな話題となったらしいんですよ。知らなかったけどね。で、まあ、WBC を夫と見てるんだけども、まあ、世界の人は日本のビールの売り子さんたちをどう思ってるんだろうね、と。若い女性がミニスカで、かなり重たいビールサーバーを背負って、急な階段を上下してるのってかなり異様な光景だと思うんだけど、という感じでね、投稿されて、まあ、これにはですね、 まあ、ええー、メジャーでも女性の売り子はいると。まあ、さっきのね、メジャーだとね、えー、男たちがやる仕事だからさっていうことが書いてあったらしいんですが、まあでもメジャーでも女性の売り子はいると。で、あとは強制されてるわけでもないのでねっていうことと、まあでも確かにサーバーは重そうっていうね、えー、いろんな意見が飛び交ったらしいんですよ。で、まあね、日本の球場では、まあ、女性売り子を見かけることが多いんですけども、えー、男性が働いてる場合もあると。 えー、ドラゴンズは、まあ、男性の売り子もね、いるということで。まあ、えー、いろいろとね、えー、まあ、意見があった中で、まあ、男性向きの仕事とは言えるんじゃないかということがね、まあ、そのサーバーが重いので、ただ、なぜ女性が多いのかということなんですけども、まあ、なんか女性の方がね、えー、こう、まあ、負けず嫌いで売り子に向いてる人が多いと感じていると。で、あの子には負けたくない。 というライバル関係が生まれやすく、結果として全体の売り上げが上がるんですと。で、売り上げのね、上位は女性の売り子が占めているので、男女での売り上げの差がないといえば嘘になりますと。そのね、あのー、バンテリンドーム、えー、広報担当者っていうことでね、まあ、男性売り子もいるというところのね、ドラゴンズの本拠地バンテリンドームでも、まあ、やっぱり売り子の男女差っていうのはまあ、あるよね、ということですね。 で、まあ、あとはですね、男性売り子ならではの強みというところで、まあ、背が高いのでね、いろいろとこう、まあ、見つけやすい、呼んでるお客さんを見つけやすいということ。で、あとは、その、女性だと声をかけづらいというお客さんに、まあ、向いていると。そういう方には喜んでもらえることが多いと。ただ、デメリットというか、まあ、心ない声をかけられることもあると。 お客さんに呼ばれて行ったら男の子もいるんだっていうのとね、え、女の子じゃないのっていうのを言われるということもあるということで、まあね、うん、わかりますよ。うん、これはね。ということでね、まあ、いろいろな意見があって、まあ、でも女性の方がやっぱりね、売り上げが高いからということでね、多いんじゃないかということですね。で、まあ、皆さんどう感じれるかわかんないですけど、まあ、これは僕の完全な意見なんですけども、 やっぱりビジネスなんで、どうしてもね、あの、正直これね、まあ、それがいい悪いっていう話じゃないんですけど、まあ、売り子を見に来てる人もいるんですよね。うん。まあ、売り子を見に来てるって言うと、まあ、語弊があるのかもしれないんだけど、まあでも、それに近い方は結構いらっしゃいましてね。僕も東京ドームに行った時は感じてますけど、毎回ね。まあ、すごいカメラ持ってんだけど、 野球をるんじゃなくて、その売り子さんを取るんだよね。うん、で、まあ、同じ人から毎回買うとかね。うん、まあ、そういう方じゃない人もいるんだけども、結構、まあ、何杯も飲んでる人っていうのは、同じ人から買うんだよね。だお気に入りの方がいるんでしょう。おそらくね。で、まあ、その売り子さんとしても、まあ、そういう形で、えー、毎回ね、同じ人が買ってくれるということで、 まあなんて言うんでしょうね。え、仲良くしておくっていうか、気さくに喋っておくと、まあ、それはプラスになるわけですよ。売り上げとしてはね。だからまあ、ウィンウィンって言っちゃウィンウィンなんでしょうけども。まあでもやっぱりそういう方がね、結構いるので、まあ女性の方が売り上げっていうのは、まあいいのかなとは思いますしね。まあなんでしょうね。まあアイドルじゃないんだけど、まあそういう感覚じゃないかなっていう感じで僕は見てますけど。うん。だからまあ、 ねえ、ビジネスとしてはいいんじゃないかなと思いますしね。まあ野球見てほしいなとは思いますけどもね、個人的にはね。ただ別にね、ねあの、チケット買ってね、えー、売り込みに来てだって、まあ別にそれはそれでいいんですけど。だからまあなんだろう。余計にビール飲むよねっていう感じうん。まあその人がね、通って、まあね、どうですかって言ってね、まあもう一杯どうですかって絶対来るんだよね、同じ人が。でまあ、 それで買っちゃうとかね。うん。だからすごい量のカップがね、ある人いますよ。積んである人ね。そんな飲んで大丈夫かみたいなね。でもまあそれが楽しくて、まあ見に来てるんだったらいいと思うんですけどもね。だからまあ、えー、そんな形で、まあ日本的にはそれが当たり前なんでね、いいんじゃないかなと思いますけどもね。まあただ、まあ異様といえば異様かもしれないけども。うん。だからこの記事でね、話題になっているという意味でもまあわかりますけどもね。 まあ、そんな感じですよ。だから本当に、売り子さんばっか撮ってる人なっていうのは結構ね、周りこう、ね、ドーム見に行ったら、絶対周りに一人はいると思うんで、まあ見てればわかると思うんですけどもね。うん。まあそんな感じですよね、日本ってね。でまあメジャー行くとね、まあもちろんそのメジャーつっても、まあヤンキースタジアムの話になりますけども、まあもちろん女性もいるんですよ。あのー、売り子さんでね、持ってきてくれる方とか、 え基本男の人が多いかなと、おじいちゃんとかね、おじいちゃんではないかもしれないけど、まあでもおじいちゃんぐらいだよね。で、まあ、入、はい、なきゃん、はいなきゃんって言ってね、あのー、なんて言うんだろうが、昔のなんか、ドラマとかに出てくる、学、学食というか、学校のね、えー、なんかパン売ってる、なんていうのね、トレーっていうかわかります大きめのなんかね、トレーというか、あのー、 あれだ、コンクリート混ぜる船ってわかりますあれのもうちょっと、あの、深さが浅いやつに、浅いやつっていうかまあ、それなりの深さかでもビール入れてるからね。それを多分なんか首から下げて、で、ビール入ってんだよね。で、まあ首から下げないで頭に乗っけてる人もいたりするんだけども、まあそんな感じですよ。で、入れなきゃハイネ入れなきゃん、つってね、売りに来るんですけども。 だからまあ他の球場はわかんないですけど、ヤンキーススタジアムの場合はまあそんな感じでね。でまあ、要は女性だからといって、その日本みたいなああいう格好というかね、ユニフォームみたいなのことはなくて、まあ普通の格好ですよね。で、確かまあその売りに来てるやつは缶、缶だったと思うんですよね。でまあその球場ないのね、上で買えば、そのヤンキースのコップとかにビールが入ったのをね、買えると思うんですけども。 まあそこで売りに来てるのは確か缶ビールだった気がする。ハイネケンか、えー、バドライトうん、青い缶の、だった気がしますけどもね。だからまあ、その、メジャーのそれを見てると日本のその売り子さんのああいうのはちょっと、うん、変だなって思う人もいるのかもしれないけどもね。だけどやっぱね、売るとなったらね、そっちの方が多分売れると思うんですけどもね。うん、だから、なんでしょうね。 普通に全員男の人でも、まあビール飲みたいんで多分買うと思うんですけど、ただそのなんて言うんだろうな、推しみたいなのがね、えー、なくて、男の人だとね、まあわかんないけど、全部やったらどうなるかはね。ただ、やっぱり女性でこう、ああいう格好をして、まあ売ってるっていうのでね、うん。まあ多く買ってくれる、まあおじさま方がいるからいいんじゃないかなっていう、うん。売り上げとしてはね、うん。 で、まあ、結局、お互いにウィンウィンだったら、まあ、それはそれでいいのかなと思いますんでね。まあ、そんな感じですか、僕の感想はね。皆さんはどう感じてるかわかりませんしね。まあ、ちょっと異様だなと思ってる方もいるだろうし。まあ、でも、それが楽しみで言ってる人もいるんでね。もちろん。だから、まあ、うん、ビジネスとしては、まあ、成り立ってんのかなと思いますけどもね。ただ、まあ、そんなに、うん、野球見てくれと、個人的には思うという感じですね。 ということで、えー、今日はちょっとね、野球と関係ない話というか、まあ、えーまあ、関係はなくはないかもしれないけど、まあそういう話も含みつつですね、えー、まあこれで終わりたいかなというふうに思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッター、コメントよろしくお願いします。ではわります、えー。ここからね、雑談ということで、えー、今日はまあ、ね、2ヶ月に1回の恒例、えー、病院の日でしたけどもね、 いや、まぁちょっと今日はね、あの、採血まあ、せ、前回は、えー、ほぼサッと取れたんですけどもね、今日は、ちょっとね、刺してから、まあ刺して取一発でこう、出てこないっていうのは、まあ通常というか、まあそんな感じなんですけども。まあ、今日は結構動かしてね、まあ結構痛かったっすね。で、まあそれで痛ぇってなったんだけど、それでもまだ出てきてないんですよね。マジかと思ったら、そのうち、 あ、出てきましたって言ったんでね。ああ、危ねえと思って。いやーちょっとね、やばかったっすね。そろそろ気持ち悪くなるぞ、みたいなね、感じで。まあもう、ちょっとね、後方法ね、やばかったっすね、今日は。うん。という感じで、まあ結局、えー、採決してね、外行って、スタバ行って、えー、ご飯、朝ご飯食べて、で、野球見てました。ちょうどね、あのー、今日は、10時10分ぐらいでしたかね。あのー、延ン戦ね。 ちょうど良かったというか、ちょうどいいタイミングで、まあ、スタバでね、食べて、コーヒー飲みながら演説せ見てるというね、時間潰しをしてまして。いや、で、結局まあ、いつも通り、結果はまあ、いつも通りなんでね、なんもないわけですけども、まあ、毎回行くと <laughs> いうことになりますが、まあまあ、ね、いいんじゃないかなと。なていうかな、まあ、ね、何回も言ってると思うんですけど、まあ、一応そのなんか、 ねえ、なんもないんだけど、まあでも一応その採血あるからっていう、あれがあるじゃないですか。人、人ってね。そういうのがあると、まあ一応なんか、生活を気をつけようかなっていうかね。あとまあ、ね定期的にまあそうやって検査してるとまあ、なんだろう。全部いろんな項目って出てくるじゃないですか。その、なんていうの必要な部分以外のね、えー、項目だから、まあ、 それ以外のところなんかおかしかったね、それでまあ一応なんか出るでしょうしね、えー、結果が異常がね、ただそれもまあ全部見れるから、まあまあ、って感じで今、ま、まあ言ってますけどもね。まあでもそろそろその採決、まあね、嫌なんだよなっていうのはあるんですけども。まあでも、血取んなきゃ何もなんないからしょうがないんですけどもね。ということで、まあ、毎回言ってますけどもね。 まあでもなんもなかったけど、まあ結局今日も2時間ちょっと待ったのかな、うん、という感じになっておりました。でまあ病院から帰ってきてね、またちょっと、えー、別のね、いつも行ってるスタバ行って、で今に至るんですけども、まああのね、その帰り道、病院から帰り道、車ね、えー、乗ってて、でまあこれ、結構ね、こういう方いると思うんですけど、まあ今回の場合は僕の前に1台ね、その1台の方なんだけど、 信号が赤になるじゃないですか。で、まあ、普通ね、あ、赤になったら止まってね、あのー、停止線ってあるでしょ。あそこにまあ、普通に止まるじゃないですか。一発でというか、なんて言うんだろう。赤だ、つってそこまで行って、まあ、ブレーキーでそこに止まるって感じじゃないですか。だけどなんか、その、なんて言うんだろう。停止線までめちゃくちゃこう、距離取って止まって、一回ね、止まってて、で、なんか知らないけど、徐々にこうね、 一回止まるんですよ。で、徐々になんか前に行く人って言いません何をしてるのかよくわかんないんだけど。いますよね、たまに。てか結構まあいるっちゃいるんですよ。なんか知らないけど、最初からね、そのスペース開けないでヒューって止まってくれよって思うんですよ。じゃないと、まあその後ろにまあ止まるわけじゃないですか。なのになんか急にね、えー、スペース開けてる前をゆっくりと信号がまあ青になる前に、 なんか動き出して、徐々にこう前に出ていくって人がいて、するとこの車間開くじゃないですか、またね。だけどその、今エンジン止まるじゃないですか、一回ね。アイドリング。で、またブレーキ離すと、ブイーンって、ね、動くっていうのあるじゃないですか。でも一回止めてんだから、ま、止めておきたいんですよね。うん。で、まあ、前に出られるとなんかめんどいじゃないですか、また動かして前に詰めてってやるの。だから一発で止めてくれよって思うんですけど、 結構いるんですよね、そういう人。うん。今まで多分喋ってなかったと思うんですけど。まあ皆さんも結構見ると思うんだけどもね。あれは何なんだろうなと思ってね。なんで最初からその、まあ、停止位置で一,一発で止めておかないんだろうっていうね、えー、感じで思ったんですけどもね。という、まあ、どうでもいい話ですけども。まあ結構いるなっていう感じでね。うん。まあ何なんですか、ね、あれね。本当なんかね、車間がどんどん、 え、相手また詰めなきゃいけないみたいになるんでね、一発で済ましてくれよっていう感じでいつも思っておりますという感じですね。あとですね、ありがたいことにチャンネル登録者がもうすぐで1万と3000になるという形に今近づいてきてまして、今12,998という現状ですね。今動画撮ってる最中で、まあそういう形になってます。まあでも、これね、動画出すと減ったり増えたりするんで、まあ いつね、その1万3000になるかわかんないんですけども、ただまあありがたいことに、まあもうすぐというところまで来ましたという状況で、まあだから、運が良ければ、えー、明日にはもうなってるって感じ。まあ明日というかまあ、今日のそのね、あと、この後ね、出してるところでは、まあもしかしたらもうなってるかもしれないし、まあ明日かもしれないし、明後日かもしれませんけども、 1> まあ1万3000が近づいてきましたということでね、えー、いつもね、えー、見ていただいている方々、ありがとうございます。という形となります。ということでね、雑談も今日はこれぐらいでね、終わりにしまして、まあ、今日は病院が終わったので、ちょっと一杯やってという形でね、家で飲みたいかなという感じで思います。